配信でやっと見ちゃうことあげた。あ、ありがとう。おはようございます。2日連続で夢に満ち出てる。どんな内容ですか？おはよう。セリアさん、イシケンマシンさん、中原さん、ヒョンシーさん、ダンディさん、ジャストミトさん、天使のエヌグさん、ザンタクさん、スグルさん、ありがとう。ピーシーズさん、ありがとう。直接会えるお話し会応募した。あ、ありがとう。内緒。おはよう。夢に出てきてほしいけど出演料高いでしょ。うん、そうだね、結構取りますね。今めちゃぶた出た。お、イエイ。ラララムドさん、キヨさん、デブニオさん、ありがとう。この前ミチの前で可愛い連呼する夢。すごい夢。確かに。おはよう。なんでなんだろう。佐藤坊さん、ありがとう。30分はいくらですか？いや、出るからにはずっと見させます。今日久しぶりに握手会してみた。お、いいね。1242BKYT さん、佐藤坊さん、キヨさん、ミシェルボイさん、ありがとう。で、それで、全部見させて。佐藤錦5000個分ぐらい。インスタホラー映画みたい。そして Y がなく苦手なんですか？おはよう。キョンシーさん、ホーポンさん、ありがとう。虹きれいね。いいよね。リアル鬼ごっこってどんなの？もうね、内容がなんか全く分かりませんでした。私は髪質はね、癖っ気です。こう全部左に流れる、左向きに入る性質なの。スマホポケットにしまったら白黒反転した。なんで？マサさん、プラチナの月明かりさん、ありがとう。久しぶりに温泉行っています。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、いいな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 。夢に出てきたこと次の日から意識しちゃう。はい、おうちの髪質すごく好きです。ほんと？
配信が短時間だとダンジョンに影響するので、政治にお願いします。遅れたら読まないのもありよりなり。政治に、政治やりたいのはやりたいですけどね、すみませんね、遅れたもんは遅れました。でも団長は変わるのかな。高原さん、スランプくんさん、ありがとう。リンダリンダは知ってるよ。起きてます。何します、ショールーム最近は筋トレしてたんですけど、今日はオフなので、起きた、起きる前、ん、ショールーム前じゃなくていいやって思って寝てた。何よ、石の目印の配属はね、あの四角い透明な硬いやつ。はいよ。筋トレは毎日しない方がいいのかな。継続が大切なのかと思った。でもなんか、継続、なのですか。疲れから解放されそうでよかそんな疲れてそうでした、ごめんね。見て、この前ね、あの駄菓子屋さんに行ったので買いました。ぷくぷく。ホラー映画って血しぶき系と心理系どっちが好き？心理系っていきなりポワって出てくるみたいなってことですか？これ4種類味があってね、全部買おうかなと思ったんですけど、ちょっとさすがにやめた。なんだったっけな、ブラックカシス、カシス、カシス、カシスなんちゃらみたいなやつと、クリームソーダとチョコのやつとイチゴがあって、ちょっとカシスとクリームソーダ食べる勇気が起きなかった。いや、中幸の旦那さん、ありがとう。うん、全然してないよ。ねえ、なんかさ、小枝っていうさ、お菓子あるじゃないですか、あれのクリームソーダ、メロンソーダ、昔ながらのメロンソーダみたいな味もあるんですよ。
あれも気になる。なんかみんな美味しくなさそうって言ったけどさ、なんか美味しいって言ってる人もいたんですよ、 SNS 見たら。リピ買い決定だ、美味しいみたいな。ゆうじさん、お誕生日おめでとうよ。ゆうじさん、おめでとう。おめでとうございます。ゆうじさん、小枝のミントなら見たこと、あ、チョコミント、私も食べたことある、美味しかった記憶がある気がする。おめでとう。でもね、やつありがとう。これだが小技はさ、アイスだけ？これだのアイス食べてみたい。おはよう。でもさ、これだのがさ、一本さ、アイスになってたら普通に大木だよね。はい、いってらっしゃい。久しぶりに見たけど画面かい、本当ですか。ふふ、ありがとうございます。関さん、東京 TK 局長さん、ありがとう。食べてみたい。小枝結構好きなんや。小枝が家に帰った時に冷蔵庫の中に入ってたらテンション上がるよね。チョコレート、あ、棒付きなんだこれ。大豆チョコレートのさ、お菓子ってさ、美味しいじゃん。チョコパイ、小枝、サシャ、チョコレートってすごい。麦チョコも好き。未知の影響でチョコパイアイスを、え？チョコパイアイスってまだあるの？うん、これから一生小枝は食べない。チョコパイも好きだし、小枝も好きだし、うん、アルフォートも好きだし、お寿司、お肉、カレー、うどん、ラーメン、日本料理、中華料理、あ、エビチリ食べたい。ストレスで、ストレス社会で戦うチョコなんだっけ、ザ、ザ、ギャバか発展丼の雪見た、あー美味しいって聞く。食べてないよ。たけのこの里派です。昨日それまひちゃんとあおいちゃんと言ってたの。まひちゃんと私がたけのこ派で、あおいちゃんがきのこ派だったんですよ。ほんで
のマヒちゃんのお話になんか説得力をつけようっていう話になってある、説得力あるかないかって話になったのかな、なんかあるよあるよみたいに言ってたんですけど、いやちょっと一回やってみようみたいになって、でなんか説得できる話はないかなって言って、でキノコタケノコ派どっちって言ったら、葵ちゃんが反対側の人だったからマヒちゃんがそれを説得しようって話になって、そうでも難しかった、葵ちゃんは。あおいちゃんはなんか全部何を言ってもまあそう思う人もいるよねって言ってた全然説得できんかった。まひちゃんなんて言っとったっけかな、なんかまひちゃんなんて言っとったっけ、覚えてないや。なんかキノコはチョコがここのこの面積だけどタケノコはこうだからみたいな言ってた。だからなんだったっけって思ったけど。だからなんだったか忘れた。の量が、そんなこと言ってたっけ、覚えてないけど大切なとこ忘れた。自分はキノコは袋に入ってる時にたまにあのチョコとこのキノコのこことさここの部分が分かれてる時あるじゃないですか、分かれてる時があるからあるんですけど、タケノコにはそれがないんですよ。だから袋を開けた時にちょっと寂しくなる瞬間がない。折れてる時こことここがポコイって、あとそのチョコの方だけ食べようとしたらチョコ部分触らないといけなくなるかな。味の違いじゃなかった、だって味は絶対好みだからさ変えられないんですよ、人の好みなんてそれよそで言ってもいいですか、どうぞ。人を変えることは難しいんです。タケノコクッキー部分美味しいんだよね、わかる、クッキーって美味しい。だってクッキーかビスケットかの差じゃないですか、もうキノコタケノコなんて。あいちゃんが言ってたのはなんかチョコが塊であるから満足感があるみたいな言ってた気がする。
チーズケーキの底は一緒、クッキー生地であってほしい。わかるわかる。あ、でもタルトも好き。タルトもいいな。私クッキーとビスケットって実は同じなの知ってる？そうなんですか？どういうこと？アポロチョコ、アポロ食べたくなるよね。あ、クラッカーな、あれビスケットじゃなくて。年取ると味覚結構変わるけど、昔と比べると味覚変わったなと思うことありますか？レバーが食べれるようになりました。ポテチにチョコかかってるの大好き。レバーは思うね。レモン味のイカ天にカッパエビせん混じってるのもあるんだね。うーん、そうなんだ。そう、レバー食べれなかったんです。レバーとゴーヤが苦手だったの。そうそう、最近は食べれるようになった。レバーちょっとねパサパサしてるからさ、飲み物がないと。スタバのチョコのスコーン好き。私クッキーが好き。ポテチにチョコってポテチの味失わないんですか？うーん、甘じょっぱい。そのポテチの塩加減があるからチョコの甘さとポテチの塩味で最高な組み合わせなんだっけ。チョコなんちゃらっていうさあのじゃがりこみたいなパッケージに入ってるさ、そのチョコがついたポテチのお菓子あるじゃないですか。あれ大好きだった。結構めっちゃ食べてた、学生の時とか。なんだったっけ、チョコ、あれなんていう名前だっけ。チョコ気になる。地元の広島の地元フラペチーノはレモンです。サンマの腹渡、それちょっと無理かも。あ、じゃがチョコ、そうですありがとう。じゃがチョコです。ヤンヤンつけ棒、違いますヤンヤンつけ棒のさ、いちご味この前初めて見つけました。食べたかった、迷ったけどやめちゃった。今度食べようかな。いや、ラングドシャって最高ですよね。俺はとんかつが好きだからとんかつフラペチーノとかあったら飲みたい。でも乗ってるパフェとかはあったりするよね。ジャガチョコ割とまんまの名前なのねそれな、思い出せなかった。ラングドシャは一番好き。美味しいよな。ラングドシャといえば白い恋人、確かにあれも美味しい。あのさ、ラスクにホワイトチョコかかってるさ、デパ地下にあるやつ。デパ地下？なんかあの国旗のやつ、わかる？
群長いいね。ね、あのラスクってすごいよね。あのラスクってすごく嬉しい。とんかつパフェは愛媛にある。愛媛だって。そう、瀬戸内にあるのは知ってた。メンバーが食べてた、なんかのテレビで。それ原田のラスク、フランス。そう、多分さ。ソフトクリームにかけるカラフルチョコ、あのかけるやつだけポリポリ食べたい。うわ、福ちゃんと一緒のこと言ってる。福ちゃんそれよくしてる。この前ツイートしてたけど、まあ、この前っていうか結構前ですけど。すごいね。やってみようかな私も。愛媛だけどその場合知らない。あら、そうなの。プルボンルマンドは好きですか？大好き。アイスも食べた。大好き。ルマンド、ルマンドってすごく美味しいよね。大好き。サーティワンはチョコミントかキャラメルリボンかですね。うん、甘いものが食べたくなる、ね、カントリーマームのチョコまみれ、あれは天才。あれはミニミニチョコパイって思ってますもん私。カントリーマームのチョコまみれは天才、天才すぎるよ。にあれはめっちゃ美味しい。贅沢ルマンド食べてない。何それ。お菓子食べるとき紅茶派ですかコーヒー派ですか。紅茶。あー、チョコまみれ食べたくなってきた。コンビニ行こうかな。食べたい。コンビニ行くために歩くじゃん。歩いたらさ、いくら食べてもさ、罪悪感がないわけじゃないけど薄れるよね。コンビニは歩いて行ける距離にあるの。でもね、めっちゃ遠い。歩いて何十分もかかる。だから罪悪感が薄れるんだと思うけど。ブリトラさんの歌でコンビニ行った。どんなやつだったっけ。そうだコンビニ行こうかな。なぬぬぬだだだ。深夜は友達寝てるし、テレビはすでに砂嵐。そうだコンビニ行こうかな。でででででででコンビニ入れどるるるるるコンビニ入れどるるるるるるるコンビニ入れど。でもちょっとね、最近歩くことは意識してるので。
コンビニスイーツ大好き。コンビニスイーツローソンの雪泡ショートケーキが好き。なんかあんまりピーポークリームがついてるやつ苦手だったりするんだけど、でもめっちゃ軽くて美味しいんです。それでは壇上を読みますね。13位ダンディさん、12位ダダダダムノさん、11位アモズさん、10位ママルンさん、9位セデアさん、8位マサさん、7位ギルスさん、6位プラチナの月明かりさん、5位東京 TK 局長さん、4位デブニアンさん、3位ジャストミトさん、2位ホーポンさん、そして1位はドルルルンちゃん中原さんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルンちゃんヤスさん、ありがとうございます。ご無沙汰してました。お、Thank you です。自分がずっと気になってるのはもち食感ロール、あれ美味しいのかなって。美味しいだろうけどいっぱい入ってるから、そうそう、本当にもちもちなのかって気になるので、皆さん先に食べてレポをお願いしますありがとう。それでは皆さんは土曜日満喫してください。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。